こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回はカタリストにサウザンドアイの監視用のエージェントをデプロイする方法を紹介します。前回の動画でも少し説明しましたが、サウザンドアイで遅延や通信経路などを可視化するには、監視用のエージェントを デプロイする必要があります。今回はこちらのエンタープライズエージェントをカタリスト9000シリーズにデプロイしてみます。エンタープライズエージェントはシスコ機器以外にも ESXI 上で仮想マシンとして展開したり、AWS 上で EC2 インスタンスとして 展開すす。ることも可能です展開の大まかな流れはまずサウザンドアイのアカウント作成後 Web ポータルにアクセスしエンタープライズエージェント用のイメージをダウンロードしますそしてダウンロードしたエンタープライズエージェント用のイメージをカタリストや ESXI 上にデプロイします エンタープライズエージェントは起動後自動的にサウザンドアイのクラウド側にアクセスし該当する企業のアカウントに紐づきます。ここでサウザンドアイのクラウド側はアクセスしてきたエンタープライズエージェントがどの企業のものなのかをどのように判断するのかなと疑問が生じるかと思います。 サウザンドアイ側は、企業ごとにアカウントグループトークンと呼ばれる1位の識別子を発行します。エンタープライズエージェントをデプロイする際、このアカウントグループトークンを設定することで、サウザンドアイのクラウド側はアクセスしてきた。エンタープライズエージェントを適切な企業のアカウントに紐付けることが。 可能ですこちらのエンタープライズエージェントカタリスト9000シリーズでは APP ホスティングと呼ばれる機能を使用してコンテナとしてデプロイしますカタリスト9000シリーズ上で動作するコンテナは APP ギガビットイーサーネットインターフェースの先に存在する仮想的な レイヤーにスイッチに接続されます。では、実際にカタリスト9300上にエンタープライズエージェントをデプロイする方法をデモで見ていきます。まず、はじめにサウザンドア i の Web ポータルにアクセスし、クラウドエンタープライズエージェント、エージェントセッティングス、 エンタープライズエージェントに移動します。そして、Add New Enterprise Agent をクリックし、Cisco Application Hosting カタリストスイッチに移動します。そして、ダウンロードターをクリックし、カタリスト用のエンタープライズエージェントの Docker イメージをダウンロードします。 また同時にエンタープライズエージェントを適切な企業のアカウントに紐付けるためのアカウントグループトークンを確認します。では次に FTP などを使用して今ダウンロードしたエンタープライズエージェントのドッカーイメージをカタリストに転送します。次に カタリストでエンタープライズエージェント用のコンテナを収容する VLAN を作成し、そしてコンテナが接続する仮想的なレイヤーにスイッチ向けの APP Gigabit Ethernet フェースをトランクポートに変更します。カタリスト上でコンテナを動かすためには IoX と呼ばれるサービスを 有効化する必要があります。デフォルトでは IoX は無効化されていますので IoX コマンドを実行し IoX を有効化します IoX コマンドを設定し5分ほど待機しますとこのように IoX サービスの起動が完了します次に a p p ホスティングインストールコマンドを使用しカタリストにエンタープライズエージェント用のコンテナをデプロイしますこちらのコマンドの appid はカタリスト上でコンテナを識別するための名前になりますコンテナの状態は小 a p p ホスティングリストコマンドで確認可能です。現在、エンタープライズエージェント用のコンテナのデプロイが進行中なことが確認できます。少し待機しますと、エンタープライズエージェント用のコンテナのデプロイが完了します。エンタープライズエージェントがザンドアイのクラウド側と通信したり、 テストを実施して遅延などを測定するにはエンタープライズエージェントに IP アドレスやデフォルトゲートウェイなどを設定する必要があります。そのため次はエンタープライズエージェント用の APP ホスティングの設定を作成します。APP ホスティングの設定自体はサウザンドアイの ポータル上で生成することも可能です。画面上の VLANID や IP アドレスなどに値を入力しますと自動的に画面下の設定が更新されます。こちらがカタリストに投入する Enterprise Agent 用の APP ホスティングの設定になります。VLAN Guest Interface コマンドが コンテナを収容する VLAN。ゲスト IP アドレスコマンドがコンテナ用の IP アドレス。a p p デフォルトゲートウェイコマンドがコンテナのデフォルトゲートウェイの IP アドレス。ネームサーバーがコンテナが使用する DNS サーバーの IP アドレスになります。また、runOpt コマンドを使用し、 エンタープライズエージェント用のコンテナを紐づける企業アカウントのアカウントグループトークンを設定します設定が完了しましたら app ホスティングアクティベートコマンドを実行しエンタープライズエージェント用のコンテナを有効化しますそして最後に app ホスティングスタートコマンドを実行し エンタープライズエージェント用のコンテナを起動します。カタリスト上で動作しているコンテナの状態の詳細は、show APP ホスティングディテ i ルコマンドで確認可能です。IP アドレスやアカウントグループトークンが正しく設定されていることが確認できます。エンタープライズエージェント用のコンテナの起動が完了しますと、 サウザンドアイのウェブポータル上にエンタープライズエージェントが追加されます。追加されたエンタープライズエージェントをクリックしますとより詳細な内容が確認可能です。最後、まとめになります。Cisco のルーターやスイッチ上ではサウザンドアイのエンタープライズエージェントは コンテナとして動作します。APP ホスティングを使用することで、カタリスト上でマインクラフトを動かしたりもしますので、ぜひ皆様も APP ホスティングを使ってみてはいかがでしょうか